西郷高森像、高村幸運作銅像とは、神仏、人、動物などを模して銅で作られた像、及び彫刻のことである。銅像の代表的な製法は、鋳造法である。材料は主に制銅が用いられる。ここでは、例として、大仏の鋳造法について説明する。まず木や、石、粘土などで型となる像を作り、乾燥させた後に、キララの粉を塗布する。 その上から、再び粘土を重ね、再び乾燥させる。重ねた粘土を切り分けて剥がし、原型となる像の表面を5から6センチメートル削る。この時にできた隙間に銅が流し込まれる。下から順に切り分けた粘土を戻し、戻した部分を盛り土で固める。外からは、原型が徐々に土に埋まるように見える。隙間に溶けた銅を流し込み、 冷えて固まったら再び切り分けた粘土を重ねて土で固める。蒸気の手順をすべての像が土の中に埋まった状態になるまで繰り返す。土と表面の粘土を取り除き、表面を磨いたりして成形したら完成。仏像の場合はさらに途近して混同像とすることが多い。それ以外にも吸引鋳造法やガス型鋳造法などがある。日本の銅像完全名鑑にも 計画の段階からの作り方の図解、値段の目安、取材協力した株式会社、竹中同期、株式会社梶原製作所などが書かれている。ペピ一世像銅像の歴史は古く、現存する世界最古の銅像は、エジプト考古学博物館所像,像のエジプト大録、王朝ペピ一世の像、およそ4000年以上前のものと推測されている。日本では、 アスカ時代から混動物が制作されていた。東大寺の奈良の大仏も同性である。しかし、人物をかたどった銅像が建てられることはなかった。江戸時代末期、アメリカに渡ったイ米施設は胸像を見て、さらし首のようだと記録した。日本初の西洋式銅像は、剣独園の明治記念の印である。この像が建立されたのは、西南戦争に従軍師戦死した。 郷土軍人を慰霊するためで日本穂高であったのは熊祖大臣のために九州に出向いたことと西南戦争で従軍したことと重ね合わせたと言われる。東京最古の西洋式銅像としては大熊氏博士が明治26年に靖国神社へ建立した大村益次郎像で女性像としては同じ大熊による宇流岩子像である。 第二次世界大戦が勃発すると政府は1941年に金属類回収令を出し、板垣大輔像、渋谷の八甲像、伊達政宗騎馬像、二宮金次郎像、広瀬中佐、東郷平八郎など軍人像も例外なく再利用された。戦後復興期には次々と復元された。レジャーや観光のために続々と建てられた。今まで手が届かない場所にあった。 鑑賞用銅像から触れることのできる銅像もできた。以下のような目的が考えられる。皇居外苑にある、楠木正成像、織田信長像、菊池武光高木場像、日本の銅像完全名鑑全950体、オールカラーによる、名作戦発火の銅像と墓日本の銅像完全名鑑2013、170から171日本の銅像完全記録、 2013-168この銅像がイグノーベル科学賞のきっかけとなる。日本の銅像完全名館2013-168日本の同期完全名館2013-169日本の銅像完全名館2013-174から175ありがとうございます。